こんにちは、にぎる TV の寿司太郎です。今日はシイラが手に入りましたので、刺身と握りで作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。では苔を引いていきますね。このシイラっていう魚は、スズキと同じ仲間と思ってもらって結構なんですけど、これは暖かい海の方にいるんですね。あまり馴染みのある魚ではないんですが、ハワイではすごい高級魚ですね。マヒマヒっていう名前で、煮ても焼いてももちろん刺身、お寿司美味しいんですけど、火を入れても非常に美味しい魚ですね。洗います。では洗い終わったのでさばいていきますね。こういう魚はあまり生け締めっていうことがないので、どうしても血が多く残ってしまってるんですよね。よいしょ。血合いをに包丁入れます。きれいにしたいので、これでまた再度中を洗っていきます。では洗い終わりました。こういう感じですね。でここからおろしていきますね。3枚、通常の3枚おろしですね。体調の長い魚で、今日はこのくらいの大きさですけど、大きくなると2メーターぐらいになるので、かなり身の量も取れたりする魚ですよね。こういう白身ってのか、つかず、ピンク色のいい身をしてますね。刺身にしても握りにしても綺麗だと思います。この鎌の部分を外しちゃっておきましょうか。鎌、以前にもサワラの時もその時も言いましたけど、鎌の塩焼き煮付けとかね、いいと思いますね。筋肉量の多いところとか運動量の多いところなので、一番おいしい身が入ってるところなんですけどね。で腹骨をすいていきます。体調もこの魚自体が今日はそれほど大きくないんですけども、走りの時よりもやっぱり秋口になった方がもっと脂が乗る魚なんですね。これ中骨ですね。こうやって皮引いて、皮を引いていきますね。いいですね。じゃあ切り付けしていきます。握りと刺身の切り付けでやっていきますね。
缶ぐらい今日は握っています。薄く今日は薄く削いで花形にまとめてみたいですね。こちらは後ほど使いましょう。これが刺身の方にします。こちら握りの方ですね。では握っていきます。よいしょ。こういう綺麗な身でしたよね。そして刺身の方も作ってしまいますね。最初はこの切りつけがこう斜めになってるんですね。両方がこう、こっちはこうなってるんで、皮目の方だったところを一回内側に巻くように、今度は身の方側の斜めになってる方を外巻きに一枚ずつつけていくと綺麗な花になります。きちんと一枚一枚花が咲くように、花になれ花になれって咲くように巻かないと花に なった時に綺麗じゃないですね。こういう感じですね。それでは盛り付けていきます。今日は庭で採れたユスラウメですね。これうちの庭で採れたんですけど、ユスラウメをあしらって本日もご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。